おはようございます。皆さん今日新所沢ですけど、はい、この近くにですね、あの経済評論家森永卓郎さんのお宝を常設展示している、はい、B 法館というね、はいはい、施設がございます。そちらにお邪魔して収録と。なるほど。森永さんとですね、まあ、以前あの米助市長とやったようにですね、はい、お宝をぶつけ合って、あ、なるほど、お宝対決するって感じなんですか。互いの愚かさを確認し合う米助さんはね、鑑定団に持ってってもいいような一郎実施用のスパイクとかですね、はい、もう反則じゃないかっていうぐらいの高価なものが出てまいりました、はい、森永さんは違いますよ。本当にしょうもないものを集めておりますので私もそれにいい意味で釣り合うような、ね、なるほど、しょうもないものを携えてまいりましたので、ご期待いただきたいと思います。はい、この私が呆れるぐらいのしょうもなさですけど、ね、素晴らしい。これはしょうもないというのは褒め言葉ですから、ね、はいはいはい。あそこに謎の G が、謎の B、 B 法官じゃなく B 級のお宝という、はい、あ、なるほど、自虐的な名称を森永さんつけてるんですけれど、あ、はいはい、あ、どうも、すいません、ちょうど、あ、すいません、失礼します。すみません、森永さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、お願いします。整然としてるんですね。じゃあ、さっと最初見ます。てか、それがネタバレにならないければっていう。いえ、別に、あの、12万点ぐらいあるので、ネタバレも何も。あ、じゃあ最初に見ましょうか。森永さんも将棋台集めてんだ。はい。森永さんも。何これ、でっかいの。これはね、UFO キャッチャーの景品だったんですけども。これ、初めて見た。あ、早速は黄金の将棋台を手に入れてるじゃないですか。いや、黄金のよりも、こっちなんですよ。この銀の将棋台がなくて、はいはい。銀もあるって噂だけ聞いた。法事用だったんですね。それで、法事ね。どうしても手に入らなくて、メーカーに電話したんですよ。そしたら、これ業務用なんで卸しかしませんって言って、ずっと電話で粘ってたら向こうが根負けして、あ、分かりました、じゃあサンプルということで送りますって。ヤクさんもこれ集めてたんですか。私も持っている。あ、持ってるんですか、うん、ちなみにここは全部ひょうちゃんってやつなんですけど、あのシューマイの崎陽軒さんの、お、これ金のやつ、これ全部揃ってるの日本で多分5人しかいない3000個に1個しか出ない。3000個に1個。うち貧富援助含めて毎日食ったんですけど1個も出なくてそれでテレビのニュースの生放送で、はい、3万円で買いますって放送したら、はい、バンバン電話かかってきちゃって、 あ、1個3万円で買ったんですよね。そうそうそう結構1個じゃないです。1個3万だからこれだけで、60万近くそんなことやってすごいな。ちなみにここがペプシのスターウォーズコーナーです。綺麗にしてます。ちなみにこれ、このアメリカバージョンはですね、はい、なかなか手に入らなかったんで、はい、世界銀行にメールして世界銀行のエコノミストが持ってきてくれたんですよ。そこがコーラの缶で、これが昭和40年 の、 その発売の時からのずっと、意外とね、缶捨てられちゃうんで残ってないんですよ、はい、最初シングルダイヤでファースト、セカンド、サードで、でこの市松模様みたいなのはエグモント・ロービーっていう有名デザイナーがデザインした。ちなみにここヤクルトなんですけど、はい、今世界で売られてる全てのヤクルトが揃ってる。どうやってそれを仕入れてるの。これはですね、あのヤクルトの社長に頼ん で、 で社長が国際本部長を呼びつけて、お前全部集めろっつって、その瞬間ね明らかに嫌な顔してるんですけど、もう会社って社長が命令をすると動くんですよ。へえ。このアイスクリームのフィルム剥かないといけないんですよ、うんうん、で困って井村屋の社長を拝み倒して中身を充填せずに流してもらったんです。これ
はペットボトルの虫なんですけど、これがね、J 水、ジャニーズ事務所の中でしか出てこない水なんですよ。事務所の中で、関ジャニの丸山くん拝み倒して彼が東京から大阪までわざわざ持ってきてくれてすげえ申し訳なかったんですけど、拝むことに全然あれなんですよ、ね、私もそういう恥じらいみたいなのは全くない、全然ないですよ。すぐ予測外して土下座したなんて数えきれないぐらい予測こいつがですね、平野水って言って、平野水の時代の水野菜だ、平野水って書いてあるんですけど、私、40年間集めてきて、これしか見たことない。これこう、骨董市的なので発掘するの？いや、これはヤフオクで買いました。あ、出てるんだ、それ。8万3000円だ。8万？もう頭おかしい値段がついてたんですけど、その分働きゃいいやと思って。そうだ。やっちまったってやつだな。最大級の褒め言葉ですからね。やっちまった。やっちまった。でここからがグリコのおもちゃ。全部で1万2000ぐらい。今まで出たのが2万5000種類って言われてるので、半分。半数はここにあります。半数。うん、ここも。ここら辺が戦前のやつで。で戦争になって物資が一気になくなったんで紙になっていくんですね。紙とかこういう素焼きの土になって、で全部テーマが戦争なんです。もう70年代からキャラクターが出てきて、何やってんの、何やってんの。80年代が男の子が SF に行って女の子がメルヘンに行くんですよ。何、おもちゃの缶詰は初代から全部揃ってます。その後から手に入れられるものなの。それでこのぶち当ててるわけじゃないでしょ、だって、はい、ハイクラウン素晴らしいじゃん、これ。そうそう、ハイクラウン、これこの台座が手に入ったんで、ね、でこれ中集めるのが結構大変なんですよ。みんな捨てられちゃってるから。これおしゃれ。ちなみにこれガムサヤっていうガムの包み紙。大体昭和30年代ぐらいのです。これも意外とゴミとして捨てられてしまうので、まあ、基本的にここゴミなんですよ。ですが、みんながゴミとして捨てたものを、はあ、1個3万円で。やだな、どうしよう。これはもう全部紹介してたらもう。とんでもない。初代から全色揃ってるの、今我が国でも、世界にうちしかない。並べてもらうだけで多分1000万以上の人件費がかかってる。また一つ。チャンネル登録をしていただいてご覧いただけるとありがたく存じます。ヤクでございました。